激動の時代、幕末の中を駆け巡った新選組。鳥羽伏見の戦いをはじめとする戊辰戦争で新選組は壊滅的な打撃を受けましたが、局長近藤勇が死してもなお戦い続けた武士たちがいます。鬼の副長と恐れられた土方歳三、幕末明治維新を生き延びた斎藤はじめ、共に新選組として戦ってきた2人はある一点を境に異なる運命をたどることになります。2人の生涯は一体どんなものだったのでしょうか。斎藤はじめは天保15年1844年1月1日幕臣の山口県に生まれます。当初名前は山口はじめといい、はじめという名前は誕生日から取ったものであると認識してしまいそうですが、史料的根拠はありません。また斎藤はじめは生涯に何度も名前を変えています。山口はじめ、斎藤はじめ、山口二郎、一ノ瀬伝八、そして藤田五郎と転々としていますが、ここでは斎藤はじめに統一します。斎藤はじめに改名するにあたった経緯は彼の人生を大きく変えるものでした。文久2年1862年、斎藤が19歳の頃、旗本と口論になり切り殺してしまいます。父の友人である京都の剣術道場主吉田坊のもとに身を隠すこととなり、これを機に名前を斎藤はじめと改名しました。この時逃亡先に京都を選んでいなかったら、彼は新選組と出会っていなかったのかもしれません。ちょうど京都へ上洛してきたのが浪士隊、後の新選組で、斎藤はじめは新選組に入隊することになるのです。一方、新選組副隊長となる土方歳三は天保6年1835年5月5日に多摩の農家の10人兄弟の末っ子として生まれます。生まれる前に父を、6歳の頃に母を亡くしていますが、奉公に出たり実家秘伝の薬石田三薬を行商したりしながら、各地の剣術道場で修行を重ねながら成長していきます。剣の修行をするうち、稽古場に指導に来ていた近藤勇に出会い、近藤の流派である天然理心流に入門します。この後、土方歳三は近藤勇ら道場の仲間と共に江戸幕府第14代将軍徳川家重警護のための浪士組に応募し、京都へ赴き新選組を結成することになるのです。新選組設立初期の幹部選抜の際、土方歳三は副長となり、局長近藤勇の右腕として京都の治安維持に当たりました。新選組は副長助勤、監察や部隊編成など系統的な組織づくりがなされていますが、これらは土方歳三が作り出したものが多く、実際の指揮命令は副長土方歳三が発したとされています。鬼の副長と言われるようになった背景には、土方歳三が作り出した新選組の規律にあります。第1、指導に背くこと。第2、局を脱すること。第3、勝手に金策をすること。第4、勝手に訴訟を取り行うこと。これらに背いた場合は幹部であっても切腹という過酷なものでした。ちなみに第5、勝手に人をすることと続く5箇条が有名ですが、この一つは小説が元となった創作だったようです。実際に司令官からの仲間であり新選組総長を務めた山並圭介が近藤勇や土方歳三と方向性が合わず脱走を試みたことで彼を切腹させています。馴染みの深いもの、幹部クラスのものであっても情けをかけては下の者に示しがつかないとし、土方歳三は処刑を断行したのでした。同時に初期の幹部選抜で20歳だった斎藤はじめは最年少の副長助勤に抜擢されました。副長助勤は局長副長に次ぐポジションで、一帯の小隊長にあたるポジションです。近藤勇の道場、司令官に出入りしていた斎藤はじめでしたが、近藤勇が土方歳三や沖田総司たち司令官のメンバーと一緒に上洛してきた中ではありません。にもかかわらず斎藤はじめには重要な役割を任せられたということは、それだけ腕があったということでしょう。最年少といえば沖田総司のイメージを持つ方も多いかもしれません。漫画などの創作の中では沖田総司は少年、斎藤はじめはそれ以上として書かれていることが多いですが、実は斎藤はじめは沖田総司よりも年下、あるいは同い年だったのです。沖田総司の生誕は天保13年1842年、または15年1844年の2つの説がありますが、斎藤はじめの生誕は天保15年1844年だったため、少なくとも同い年以下であったことは間違いありません。また斎藤はじめは左利きというイメージがあるかもしれませんが、これも
必ずしもそうであったとは言えないようで、右利きだったと子孫が語っているという話もあります。渋沢寛の小説新選組始末記に書かれた内容が左利き説が有力視されるきっかけとなっています。通常武士が左利きであったとしても、右利きと同じように刀を左腰に刺し、握り方も右利きと逆になることはありません。創作物では左右逆に刺している描写があるものもありますが、当時の武士は多少不便であっても武士としての決まりは固くなに守っていたのです。そして斎藤はじめが左利きと言われるゆえんとなったのが左片手突きです。右で突くのも左で突くのも同じなのではないかと思われる方もいるかもしれませんが、そうではありません。左腰に刺している刀を抜くとき、つばに近い位置を右手でつかみ抜いた後、つばから遠い部分に左手で握るのが普通です。左手片手突きというのは、刀を突き出す直前に右手をつかから離し、左手一本で相手を突く技です。この時左手はつかのつばから遠い部分を握っているため、左手で突く場合や右手だけで突く場合よりも切っ先が遠くまで届く理屈になります。斎藤はじめがこの技を得意としていた可能性や、新選組始末記で左利きと語られていたことから、左利きのイメージが広まったのでしょう。また後に新選組は組織の再編成を行いますが、斎藤はじめは3番隊隊長、月見師範を任されることになります。斎藤はじめの指導は非常に過酷なものでした。夜中に突然召集をかけ、暗闇の中ではびきした真剣を使用して試合をさせたり、就寝中に突然切り込むなど、実戦を見据えた稽古を取り入れていたといいます。新選組が周囲から恐れられる剣客集団として名を馳せることになった背景には、斎藤はじめらの妥協なき訓練も一役買っていたと言えるでしょう。新選組の活躍の中でも特に有名な事柄として池田屋事件が挙げられます。この事件は元治元年1864年7月8日、京都三条木屋町の旅籠池田屋に潜伏していた長州藩、土佐藩などの尊王攘夷派の志士を新選組が襲撃した事件です。尊王攘夷派の計画を突き止めたのは土方歳三でした。新選組諸子調べ役兼監察の山崎進、島田海良が攘夷志士である古高俊太郎の存在を突き止め、これを逮捕、土方歳三の拷問により攘夷志士の計画を自白させたのです。内容は祇園祭りの前の風の強い日を狙って御所に火を放ち、その混乱に乗じて中川宮朝彦親王を幽閉、一橋慶喜、松平容保らを暗殺し、孝明天皇を長州へ連れ去るといったものでした。これを阻止すべく、土方は新選組を町中に分散させて攘夷派を捜索、一番可能性が高い場所に近藤勇らを当て、土方は別の場所を捜索していました。24名の攘夷派に対し踏み込んだ新選組はわずか4人、近藤勇、沖田総司、長倉新八、藤堂平助の少数精鋭で、残りは野外を固めました。しかし沖田総司が持病で体調が優れず戦線離脱、藤堂平助は額を切られて戦線離脱してしまいます。新選組側は近藤、長倉の2人となってしまいますが、そこへ土方隊が到着、戦局は新選組に有利に傾き、方針を切り捨てから捕縛に変更し、9名討ち取り、4名捕縛の戦果を挙げました。会津桑名藩の応援は戦闘後に到着していますが、土方は手柄を横取りされないように一歩たりとも近づけさせなかったといいます。斎藤はじめは土方隊に属しており、土方と共に池田屋に到着、遅れての到着にもかかわらず戦果を挙げ、事件後幕府と会津藩から金10両、別段金7両の恩賞を与えられました。御所焼き討ちの計画を未然に防ぐことに成功した新選組の名は天下に轟くと同時に、目的達成のために手段を問わない暗殺集団に多くの人は恐怖したと言われます。こんな恐ろしいイメージのある土方歳三ですが、普段は温厚な人柄で、宝玉という俳号で和歌や俳句を読むことを趣味としているという一面も持ち合わせていました。今でいうイケメンで、こういった優しく風情のある面もあることから、京では女性からモテモテだったという話もあります。斎藤はじめは新選組内では粛清役を多く務めたといいます。長州藩のスパイであったとされる
三倉伊勢武、荒木田左馬之助ほか武田勘隆斎らの暗殺に関与したとも言われています。しかし事実と符合しないことも多く、特に武田勘隆斎の暗殺の時期は斎藤は新選組にはいなかった可能性があるのです。その時期斎藤はじめは新選組を離脱した伊藤貸太郎の御両衛氏にスパイとして入隊していました。もちろん暗殺に動いた可能性も否定はできませんが、御両衛氏の動向を常に探らなければいけないものが新選組の動きに加担するとは考えにくい部分があります。この時伊藤貸太郎が近藤勇暗殺計画を企てていることを斎藤は知り、新選組へ情報を持ち帰ります。これにより慶応3年1867年3月油麹事件と呼ばれる新選組と御両衛氏との抗争に発展し、伊藤貸太郎と同じく新選組から御両衛氏へと離脱していた藤堂平助らを切り捨てることとなります。15代将軍徳川慶喜が行った大政奉還の後、日本の情勢は大きく変わります。土方歳三、斎藤はじめら新選組は旧幕府軍として新政府軍と対立することになりました。大敗を喫した鳥羽伏見の戦いを皮切りに、新選組はその勢いを失い、京都から江戸へ帰還し、徐々に窮地に追いやられていきます。新政府軍の甲府進軍を阻止するため幕府から任務を与えられ、名を甲州鎮武隊と改めて甲府城へと進軍します。その途中、甲州勝沼の戦いにおいて板垣退助率いる陣営隊に敗退してしまいます。この時土方歳三は名を内藤隼人と改め、斎藤はじめも会津藩に属した時期に一ノ瀬伝八と改名しました。その後土方歳三は近藤勇と流山、現在の千葉県北西部あたりへ引き再起を図りますが、新政府軍に包囲され近藤勇は投降、その後処刑されてしまいます。慶応4年1868年宇都宮城の戦いでは、土方歳三は旧幕府軍の先鋒軍参謀となり出陣します。すでに新選組の枠を超え活躍する土方歳三は、ここでも逃走しようとした味方の兵士を切りました。土方は血のついた刀を掲げながら味方に睨みを聞かせ、これによって及び腰であった味方は奮起し、結果土方歳三らは一日で城を攻略することができました。一時的に勝利を収めたものの、新政府軍が退去し押し寄せたため、宇都宮城は新政府軍に奪われてしまいます。この戦闘で土方は小銃弾で足を負傷し、歩行がままならなくなってしまいます。この負傷も相まって、土方は新選組の指揮を斎藤はじめに託すことにしました。斎藤はじめ率いる新選組は会津に一旦引き上げると、会津で大使を募集し、会津新選組と名を改めます。そして城下へと続く最短ルートとなる母成峠で新政府軍と激突します。この戦いでも敗戦した新選組は会津城に向かい籠城しようとしますが、新政府軍はすでに城下を占領していて城に入ることはできませんでした。土方歳三は松平藩主松平容保とその弟で桑名藩主松平定明の退陣する滝沢本陣へ行きましたが、ここも持ちこたえることができず、援軍を求めに庄内に向かうため定明の一行に加わって会津を去りました。ここでの別れが斎藤はじめと土方歳三の最後の別れとなりました。斎藤はじめの言葉に、ひとたび会津へ来たりたれば、今落城せんとするを見て志を捨て去る、正義にあらずというものがあります。新選組を含めた旧幕府軍が会津を去ろうとした時に、それは正義に反する行為であると嘆いたのだと言います。斎藤が会津に留まったのは、やはり松平容保への恩義ということになるのでしょうか。基本的に斎藤は近藤や土方のことをあくまで同志と捉えているようです。無論近藤を局長とは認め、組長としての責務は果たすことに異論はなかったようですが、主従の関係とは思っていないようでした。一時期大使を家臣のように扱い始めた近藤に範囲を示し、脱退覚悟で長倉新八らと訴えを起こしたという話も残っています。この時訴えに耳を貸し、双方を取りなしたのも松平容保でした。新選組の前身、身分浪士の後ろ盾となった恩を忘れず、報いようとしたとも考えられます。土方歳三と別れた斎藤はじめ率いる新選組は、如来堂という小さなお堂に祝陣することにしました。明治元年、1868年4月、城下に進出した新政府軍は、如来堂に立てこもる新選組に激しい攻撃を加え、全員が死亡したと伝えられます。現在でも如来堂には、新政組受難の地とした石碑が残っています。
しかし実際には斎藤はじめほか数名は生き残っていたのです。斎藤はじめは会津藩が降伏した後も戦おうとしていましたが、藩主松平容保の説得を受け、9月27日ようやく武器を置きました。斎藤らと別れた土方歳三は仙台まで後退し、そこで大ウレッパンの兵と共に函館へ逃れ、榎本武明の支持下に入り五稜郭で戦います。京都から北海道まで約1200キロ後退し続けながらも戦い続けていた歳三でしたが、明治2年1869年5月11日、五稜郭で交戦中、城外で流れ弾に当たって戦死しました。享年35歳、新選組を結成してからわずか6年で、太く短く輝いた人生に幕を閉じたのです。会津藩の降伏後、斎藤はじめらは謹慎となっていましたが、明治3年1870年、謹慎を解かれた藩士たちと一緒に青森の都南藩へ移住します。移住時に藤田五郎と改名し、そこで出会った会津藩士篠田内蔵の長女八十と結婚します。明治7年には斎藤は東京で警視庁に奉職することになります。この時には幕末のジャンヌダルクとも言われる山本八重の親友高木時男とお見合いし、2回目の結婚を果たします。時男との間には長男勤、次男剛、三男達夫の3人の子供を設けました。警視庁としても斎藤はじめは戦闘から身を引きませんでした。九州で起こった士族の反乱、西南戦争にも彼は参加しています。三段で負傷しつつも大砲2門を奪取するなどの戦果を残し、この活躍は新聞紙面でも報道されました。明治25年1892年12月に警視庁を退職すると、東京高等師範学校の教育博物館の監修長を務めます。ここでも斎藤はじめは銃撃師範となり指導を行いますが、立ち会う者誰一人として市内に触れることさえできなかったと伝わっています。激戦を切り抜けてきた斎藤の腕はこの時代になっても衰えてはいなかったようです。晩年、武士の心得を説いたりするなど、自分の子供に不意打ちをかけたりと、新選組月見師範と変わらぬ過酷な指導っぷりを発揮しています。家族と共に残された写真にも力強く凛とした姿の斎藤が写っています。大正4年1915年、もともと酒好きだったのがたたったのか、胃潰瘍により9月28日東京の自宅で息を引き取りました。享年72歳でした。その死に姿は床の間に積み重ねた座布団の上に正座し、膝の上に両手を置いた姿であったと伝えられています。最後まで剣に生きた男の見事な最後だったと言えるでしょう。いかがでしたか？この動画を楽しんでいただけましたら、グッド評価をいただけると動画作りの励みになります。またよろしければチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。